霊夢、ジャンプの打ち切り四天王って知ってるか？何そのかっこいいような良くないような異名？2000年代の作品で、4タイトルがほぼ同時期に連載されており、裏の黄金期なんて呼ばれている。ザン、タカヤ、大泥棒ポルタ、継ぎはぎ漂流作家の4タイトルのことだ。ザンとタカヤは以前に取り上げたわね。そうだな。この2作品は概要欄に貼ってあるから見てくれると嬉しいぜ。さて、今回はその中から継ぎはぎ漂流作家を解説していこう。あの海賊漫画に間違われた場面が誕生したことでも有名だな。あ、このシーンは知ってるわ。ネタ元は知らなくても、この絵は知ってるって人は多いはずだぜ。早速四天王の片鱗が見えたわ。ちなみに四天王には諸説あるから、この作品だろっていう漫画があればぜひ教えてほしいぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。継ぎはぎ漂流作家は、2006年10号から同年30号まで連載された、西康平先生による冒険漫画だ。単行本は全3巻となっている。登場する人物や名詞は日本史から引用されており、なんか聞いたことある感が味わえるぞ。ってことは日本史と関係ある冒険なのかしら？いや、ネーミングだけだな。あ、はい。さて続いてストーリーを見ていこう。舞台は漂流録という本が出版物の 95% を占める世界。漂流録とは場所や物、生物などあらゆる事象を解明、記録したもので、作家と編集者が共に世界各地を旅して作られるんだ。作家だけじゃなく、編集者も一緒に旅をするの？勝手なイメージだけど、編集の人って出版社にいて持ち込み原稿のチェックしたり、締め切りの催促をしてるイメージだけど？まあ、現実世界だとそんなイメージだよな。ただこの世界だと作家に同行し、漂流録の内容に虚偽がないことを証明する役割も担っている。つまり作家が一人で書いた漂流録は信憑性がなく、出版できないどころか、紙くず同然ってことなんだ。なるほど、この世界の編集者は冒険スキルも必要なのね。ある時、国一番のボロ出版会社である蘇我の出版社に、キビノマキビが漂流録を持ち込む。蘇我の？キビノマキビ？早速日本史ネーミングね。だろ。従業員には妹子なんかもいるぞ。そのうち随に派遣確定。こちらが主人公のキビノマキビだ。そういえば有名になったシーンほど、ルフィっぽくないわね。そうなんだ。あのシーンだけ見ると似てるんだが、出だしはこんな感じだな。そこからなんやかんやで次回作の出版を依頼されることになり、冒険が始まるんだ。続いて一緒に旅をする仲間を紹介していこう。こちらは編集者の立花諸江だ。彼がいないと漂流録が紙くずになる重要ポジションね。そうだぜ。ちなみに彼がワンピースのサンジっぽいという意見を見かけるが、どうだ？あの有名シーンから他のキャラクターも麦わら海賊団とリンクされてるのかしら。まあスーツにタバコだけど、私はそこまで被ってるようには見えないわ。ふむふむ。では続いてはこちら。犬神。嘘と道化のハイブリッドか？彼は新人作家で冒険の途中から同行することになるんだが、キャラや扱いがウソップと被っており、結果、いじられる。でしょうね。あとキャラと名前のギャップが激しいな。日本史ネーミングが裏目に出てるわ。キャラへのツッコミが多いのは分かったけど、ストーリーに関してはどうだったのかしら？じゃあ続いては物語に関してのツッコミ要素をいくつか紹介していこう。マキビとモロエがタッグを組み、最初に旅をする森での出来事だ。ここでは今まで20人の作家の命を奪った化け物がいるんだ。が、が、実は化け物を操るじいさんが黒幕だと判明。唐突なパロ、ギャグ漫画だったかしら？いや冒険漫画だ。じいさん曰く、これはある秘密を守るため、仕方なかったんぜ。とのこと。何人もの命を奪ってまで守る秘密って一体？これだ。は？これだ。何か言われてもわかるか。すまんすまん。この建造物、実はじいさんの亡き奥さんを模したそうで、これを漂流録に記載されたくないがために、訪れる作家たちを葬っていたんだ。そんなわけで美談化されてあっさり終了。ひっそりと静かに眠らせてやると約束したって言ってるけど、あんたが一番騒動を起こしてんじゃない。もはや狂気よ。ちなみにこのじいさん、実は漂流作家協会の重鎮ということが判明する。いや業界廃してんな。続いて殺人犯の沖という人物が登場する。この男は捜査の手から逃れるため、未開の地に潜伏していたところマキビたちと遭遇する。かつて沖は、逃亡中にある家族からご飯をご馳走してもらったんだ。この家族は野良犬から逃亡犯まで、腹を空かせている者には分け隔てなく、
ご飯を食べさせる度がつくお人よしなんだ。しかし沖はその家族の命を奪って逃走する。はずけを催すジャーク。ブチャラ、作中ではその家族の生き残りが敵討ちに来て戦闘になるぜ。しかし沖はこう言うんだ。俺を手配犯と知って懸賞金に目がくらみやがった。つまりご飯で油断させて殺そうとしていたと。一発で仕留めて料理してやる。暴れるかもしれないから気をつけるんだよ。なるほど、やるかやられるかの切羽詰まった状況だったのね。声だけではそうなんだが、実は飼ってた鶏を締めて料理するって意味だったんだ。反応に困るわ。同じくだ。ちなみにこの話の元ネタは、三国志の曹操がおもてなしをしてくれる一家を勘違いで手にかけたという逸話から来てると思われるぜ。歴史は繰り返されてしまったのね。続いてはお待ちかね、あの有名シーン登場についてだ。待ってたわ。あのセリフはマキビの過去話での一コマなんだ。マキビが住んでいた村は犬派と猫派という派閥があり、日々争いが起きていたんだ。ある日の争いの時、マキビが仲裁に入る。もともとこの村にいたのは、犬好きの人と猫好きの人のはずなのに、なんでそれが猫嫌いと犬嫌いに変わっちゃうんだよ。どうしてお互いの欠点探して傷つけ合ってばっかいるんだよ。客の罵声を浴びせるよりも、好きなもん一つ胸張って言える方がずっとかっこいいだろ。何が嫌いかより、何が好きかで自分を語れよ。結構しっかりと前振りがあってからのこの場面だったのね。シンプルにいいこと言ってるし、私はこのセリフ好きだわ。この場面だけが切り取られ一人歩きしてる感はあるから、響く人も多いと思うぜ。セリフはいいんだけど、どうしてもルフィに引っ張られるわ。そうだな、あちこちにコラが出回ってるから。この作品を知らないと、本当にルフィのセリフだと思っても不思議じゃないレベルだよな。実際にゲームの音声でルフィのセリフとして収録されてしまうハプニングも起こったほどだ。コラガ像が本家に採用されたの？ J スターズビクトリー VS というゲームなんだが、問題のシーンがこちらだ。何が嫌いかより、何が好きかで自分を語れよ。何が嫌いかより、何が好きかで自分を語れよ。マジか。この仕様は3ヶ月後のアップデートで即削除され、幻のセリフとして今でも語り継がれているぜ。この件に関して、声優の田中真由美さんが、このセリフをルフィの言葉として言った記憶はない、と語っているんだ。そりゃそうよね、違う作品だし、アフレコ時の感情が気がかりよ。公式が間違えたのか、ネットスラングを輸入してしまったのか、真相は不明のままだ。あともう一点引っかかるのよね。何が引っかかってるんだ？いや、争いの原因が犬と猫ってギャグなの？話がストレートに入ってこないわ。確かに。同じように感じるという意見も見かけたから、争いの原因を別の理由にしてもよかったかもな。さて次はそんなツッコミどころ満載の継ぎはぎ漂流作家の打ち切り理由を見ていくぜ。ツッコミどころ満載なのがすでに打ち切り理由なんじゃないの？もちろん被る部分もあるが、それ以外の要素もあるぞ。まず一つ目は主人公に魅力を感じられない点だ。あの有名シーンではいいことを言っているんだが、それ以外のセリフや対応に好感を持てない、という意見を多く見かけるんだ。そうなの？どういうセリフなのかしら？まずはこちら、物語冒頭で蘇我の出版の編集長三つ目にいきなりのセクハラ発言。あ、これはやっちゃってるわね。続いて犬神を助けるシーンでのセリフがこちら。他人のペットに手出すんじゃねえ。いや、仲間をペット呼ばわりすな。こういった主人公のセリフや行動に読者からは、正確に好感を持てず、不快に感じてしまう。空気の読めなさや悪ふざけが痛い。といった意見が見られたんだ。真面目なシーンまでおふざけが入っちゃうと温度感がつかめないし、物語に集中できないわ。続いては倫理観のズレだ。これは物語のツッコミポイントでも触れたが、20人もの命を奪った爺さんの動機が謎オブジェを見られたくないって理由だったり、その爺さんが実は漂流作家協会の重鎮だったりと、その設定はどうなんだ？という違和感が生じ、作品の倫理観に共感できず、物語が頭に入ってこない、という意見があるんだ。確かにオブジェのくだりは同じ感想だわ。最後は巻末コメントが評判を落としたとも言われている。どういうこと？巻末コメントとは、各漫画ごとの作者がコメントを掲載している一覧ページのことで、2006年、連載3回目にこんなコメントが掲載されたんだ。マンションの隣上下すべて空室なので騒音気にせず騒ぎ放題です。ピーロロ公平。へ？もちろんジョークだと思うんだが、この内容に不快感を覚える人もいたんだ。マンションの騒音ってシビアな問題だし、冗談だとしてもつい敏感になっちゃいそうね。
というわけで、あれこれ突っ込み要素の多い作品だが、ラストは俺たちの漂流はこれからだ、エンドで幕を閉じるんだ。漂流王にならずに終わっちゃったのね。それはただの遭難者だ。続いてはおすすめポイントを独断と偏見で紹介していこう。まずは戦闘スタイルだ。傘がずっと気になってたのよね。薪火をはじめ、それぞれが自分に合った道具で戦闘をするぜ。もちろん薪火は傘だな。銀魂の矢と一族やキングスマンみたいね。キングスマンの元ネタはブラックラグーンのロベルタ説だぜ。傘を使った技名はアンブレラだ。潔すぎて草。続いて編集者モロエの戦闘はこちら。何か投げてるわね。クナイトか？いや赤ペンだ。赤ペン先生、受講生が瀕死です。彼女は他社の漂流作家で、武器は琵琶だ。楽器を武器にするキャラは決まって音色で幻術をかけたり、衝撃波を出したりするわ。いや殴るんだ。琵琶。さてここで問題だ。殺人鬼沖の武器は何だと思う？殺人鬼だからきっと攻撃力の高いものを使いそうね。斧とかなたかしら？正解は、生米だ。クソ問題かー。技名はベイベイダンだぜ。おしゃれか、知らんけど。生米を武器にするなんて考えたこともなかったから斬新すぎたぜ。発想力革命ね。まあそんなわけで、身近な道具を武器にしたり、ドストレートすぎる技だったりは、一見の価値があると思うぜ。特に生米は新たなインスピレーションに出会えるはずだ。他には地図の空白部分を埋めるために、未開の地に足を踏み入れるワクワク感だ。もし Google マップに空白のエリアがあったら、興味がそそられないか？それは気になるわ。このシンプルながら好奇心を刺激する設定は、他の冒険漫画とは一線を画す部分だと思うんだ。確かに魔王討伐や食材調達なんかの冒険は、すでに対象が明確な状態だものね。というわけで今回はここまでだ。継ぎはぎ漂流作家を知ってるって人は、ぜひコメントしていってくれると嬉しいぜ。最後までご視聴、ありがとうございました。